はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、どうしても人の目が気になってしまう、そんなあなたに、朗報をお伝えしていきたいと思います。まあ、他人の目は無視でいいよっていうのが今日の結論です。あ、終わっちゃった。チーン。続けます。はい。結局ですね、あなたは誰にも気にされてませんよっていう話を進めていこうと思います。まあ、こんな書き方をね、するとね、寂しく感じるかもしれません。ね。っていうのは、決してあなたが無視されているとかそういう意味じゃないんで、まあ、安心してくださいねっていうことなんですよ。何が言いたいかっていうと、あなたが気にしているほど他人はあなたのことを見てないから、気にしてないから過敏にならなくてもいいよっていう話なんですね。で、これに関して2つの大学での実験っていうのがあって、コーネル大学っていうところでは参加者に変わった柄の T シャツを着てもらうっていう実験をしました。まあ、どんな柄なんですかね。うん。で、参加者の 50% は、周りに、その変な柄の T シャツ着てるやんけ、お前、っていう風に気づかれると思った、と回答してるんですよ。ところが実際にその変な T シャツに気づいたのは 20% しかいなかったんですよね。つまりその 30% という本人と周りの意識のギャップっていうのが分かったと。意外と人って見てないんだなっていうことなんですね。で、もう一つイェール大学の実験では、まあ、他人が実は自分が思うよりも意外と見てるっていう、冒頭の話と逆じゃんってなるんですけど、反対に自分のことを誰も気にかけていないと思っている行動や見た目ほど実は見られているんじゃないかっていうことなんですよね。実験としては、まあ、一つ目、二つ目、三つ目とあって、実験室に参加者をまず集めましたと。で、研究者が遅れていると伝えて、まあ、しばらくそのまま放っておくんですよね。で、後で参加者同士が互いにどれだけ周りを観察したのかということを聞いたという実験なんです。で、その結果どうなったかっていう、参加者の多くは、そんな、ただ待っているだけの姿なんか、別に誰も気にしてないでしょって思ったってことだったんですよね。で、実際、周りの人は他人の服装とか顔とか仕草っていうのをバッチリチェックしましたっていうことなんですね。で、これに関しては、まぁ、ちょっと実験の方法が詳しく書いてなかったんで、どうかっていうところはあるんですけど、暇だからチェックしたっていう可能性もあるんですよね。うん。暇で時間を潰すために、なんか皆さん、今だったらスマホをいじったりとかしてると思うんですよ。ね。だから、暇だから、なんか周りの人がどんな姿してるのかなとか、どんな顔してるのかなっていうのを見たっていう可能性はあるんですよね。だから、気にしたというよりは時間を潰すためにっていう可能性はあるんですけど、まあ、イェール大学では、意外と人は人のことを見てるっていうことも言えるということなんですね。で、以上の実験を通して何が分かったかっていうと、まあ、面白いことに自分がどう思っているかっていうことと、まあ、反対の状態になるっていうことが判明したっていうことなんですね。だから、自分が見られているって思う状況では、意外とそのことを他人は気にしてないとか見てないってことなんですよね。例えば、衣服にソースがついてたと、お昼ご飯にお好み焼きを食べて、ペチャってついちゃった。やっべーって、目立つな、ここって思って、うわ、どうしようかな、でもな、水でゴシゴシしても全然消えないなと思って、そのままお昼休み終わって、ああ、気になる。どうしよう。人にバカにされないかなと思ってたら、意外と見てない。気にかけてないってことなんですね。で、一方で、なんともないというケース、では結構見ているんですよっていうことが言えるという結果でした。で、結局自分と相手の意識しているポイントっていうのが一致することってそんなにないんですよね。で、あればもう気にしない方が気持ち的に楽なんじゃないっていうことが言えるということです。だから言われて気づいたら恥ずかしい反面、まあまあ、取り方によってはコミュニケーションを取ってもらえるきっかけにもなるんで、まあ、ある意味そのなんか自分が普通だなと思ってる格好を、お前それなんか変じゃねって言われたら、あ、声かけてもらった。こっから話広げようっていう、まあ、ある意味開き直ってコミュニケーションを取るきっかけにしてもらうといいんじゃないかな、ということです。だから他人にどう見られているかとかっていうのは、そもそも気にしなくていいし、言われたらチャンスだくらいに思っておく方が気持ち的に楽ですっていうことでした。はい。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。